まずメッセージに先立って大阪府の英語入試改革のポイントをお話しします。この英語入試問題は平成29年春に行われる入試のうち最も難しい試験を採用する高校に適用されます。これまではリーディングが中心でしたが、半分以上がリスニングとライティングになります。一方でリーディングの量も減らず、英語の量は時間あたりで 2.7 倍に増えます。つまり難易度の高いリーディング、リスニング、ライティングの3技能をバランスよく問うことになります。問題文からも日本語がなくなり、すべて英語で問われます。さらにスピーキングを含めた4技能を問う外部検定試験である TOEFL、IELTS、英検で一定のスコアを取ると、入試のスコアを最大で満点まで読み替えます。先進国の中で英語が苦手と言われる日本人の英語力を伸ばすべく、大阪府は新しい入試に挑戦します。はい、皆さんこんにちは。京都大学総長の松本です。京都大学では京大方式の特色入試の導入や教養教育課程の改装、つまり国際高等教育院の導入、あるいは新しい大学院の改装と教育改革を進めているところであります。これはグローバル時代に適応する素晴らしい人材を輩出するための教育改革と思っております。一方、大阪府教育委員会では授業に TOEFL を導入し、海外大学進学も視野に入れた英語教育改革に取り組もうとされています。今回はその一環として高校入試における英語問題の聞く書く分野の重視や、入試と関連して資格取得を奨励するなど、中学生の皆さんにどのような学びをすべきか、しっかりした方針と方向を示す素晴らしいものだと思います。この取り組みを大いに期待するとともに、私たち京都大学でも高校と大学の接続、高大接続を視野に入れて、今後とも教育改革を進めてまいりたいと思います。I'm very pleased to hear the great effort of Osaka Prefecture to reform its English education. As you know, Rakuten has changed its internal communication language from Japanese to English. The world is globalizing and the speed of globalization is just accelerating. Unfortunately, Japan is far behind other countries, other Asian countries in terms of English education.And we need to really make sure Japanese English level will get to the top level of other Asian countries. So I really would like to support this initiative and hope it's going to be a very, very successful one. Thank you very much. みなさんこんにちは。英語講師の安河内哲也です。この度、大阪府の高校入試問題が3技能になって、リスニングとライティングが大幅に増えた。このことを聞いて大変感激しています。これからグローバル化、これに備えるために大学入試も4技能になっていかなければなりません。実際にこの動きは始まっています。それに合わせて高校受験も4技能になっていく。そして子供たちは4技能をバランスよく勉強する。そんな英語教育が日本でも実現しなければならないんです。その素晴らしい第一歩、3技能への第一歩を大阪府が踏み出してくれたことを大変嬉しく思っています。しかし、最終のゴールは4技能。この一歩は貴重な一歩なんです。アームストロング船長が月に降り立った時にこう言いましたね。It's a small step for man, but it's a giant leap for mankind.そうなんです。これは小さな一歩かもしれませんが、大阪府が踏み出したこの一歩は日本の英語教育にとって大きな一歩なんです。最終的に4技能を目指して日本全体が動いていく、その一歩を踏み出した大阪府の皆さん、そして中原教育長および、大阪の教育関係者の皆さん、本当におめでとうございます。これからも応援していきたいと思います。やればできる。I'm very excited about this new test the Osaka Board of Education has developed. It's a big breakaway from what the Board of Education has done before.
Previously, tests were on the vocabulary and the grammar, the little pieces of the language, and less on communication. This test is all about communication. It's about trying to develop in the student a sense of trying to understand the language rather than just work with the little pieces. This will be very beneficial for them because it will help them to be able to communicate themselves. Part of the test makes them write their feelings and opinions, and teachers can help them to develop these skills. So all in all, this is going to be a big improvement for the teachers and also for the students. こんにちは。大阪府立北野高等学校英語科指導教諭の小林と申します。本校では多岐にわたる深い教養とコミュニケーション能力を併せ持つ人材の育成を目指しています。その手段としての英語力の獲得のために、教育課程内でディベートやエッセイライティングに取り組んでいます。他の英語関連の科目も最後は生徒による自己発信で日々の授業が完結するように留意しています。さらに土曜日にはTOEFLセミナーに加えて1、2年生を対象に法学、経営学、教育学、心理学の4分野でネイティブ講師による英語のみの講義が展開されており、学内留学と名付けています。どの場面でも楽しそうに学んではおりますが、特に自分の思いをうまく英語で伝えることができたときに、生徒はとても大きな満足感を感じているようです。今回の新しいタイプの入試問題は TOEFL をベースとしています。スピーキングの要素がリスニング問題にうまく組み込まれています。さらには速読の力、アカデミックな語彙力、全体として自己発信力を測る問題が多くコアとなっています。本校は SGH 校として海外でのフィールドワーク等、実際に使われている英語に触れる機会も多く提供しています。バランスの取れた英語の基礎力を身につけた上で、自己発信力を磨く努力を惜しまず、一層の飛躍をしていただきたいと思っています。入試問題の改革案を見させていただいての感想ですが、問題量や語彙数といった細かな点に関しましては、今後中学校現場と調整をしていただきたいと思いますが、基本的方向性としては大変画期的であり、現場の指導方法を変える大きな力を持っているというふうに感じました。日本の英語教育はご存知の通り長く批判を受けており、それを受けて心ある現場の教職員は寝る間を惜しんで教材研究に明け暮れている姿を私も長く見てまいりました。それでもこの現状を打破することは正直言ってできていないというふうに思います。現状を打破するためには何か一石を投じなければいけないというふうにずっと感じていました。この改革案はその一石になることは間違いないというふうに感じています。今私が授業の中で生徒にさせていることは、英語を高速処理することと音に対する敏感さを高めることです。今回の新しい試験では英語を英語のまま素早く処理する能力がかなり必要になってくると思います。そうした中で音に対する敏感さを高めることがこれに対する助けになると思います。具体的には発音指導、音読指導、そして対話練習です。まずは生徒自身が正しい発音で話せるようになると英語を聞き取れるようになりますし、英語を英語のまま処理することに抵抗がなくなります。そして対話練習では相手の言ったことを素早くその場で理解して返答しないといけないです。今後はそういった英語を英語のまま高速処理する能力、それを養うことが必要になってくると思います。皆さんこんにちは、大阪府知事の松井一郎です。私は、知事就任以来、大阪が変われば日本が変わるという、強い意志のもと変革と挑戦を掲げ、府政の運営に全力で取り組んでいます。教育についても同じです。大阪ではグローバル化に対応した人材を育成するために、小学校からの英語学習や高校での TOEFL の活用など、国に先駆けこれまでの日本の英語教育を根底から変える教育改革に果敢に挑戦をしています。今回の高校入試問題改革もその一環です。
高校入試が変われば中学校、さらには小学校での学習が変わります。使えなくて当たり前だった英語は過去のものになりつつあります。大阪の子どもたちの顔を見るとワクワクします。今から楽しみです。英語の習得には時間が必要です。その貴重な時間を無駄にすることのないように明確に方向性を示す、この改革に大いに期待をいたしております。